すべては正義のため。俺は CP9 の情報部員ブルーノだ。というわけでカズテーブルです。こんばんは。オープニング今たどりしてるんですけど、あのパーティーとね、あのサポートの説明だけちょっとしていこうかなと思ってます。サポートこんな感じです。ゲッタムギャラの一味グランドラインでやってます。で、まあサポートもっといいのあるよとかあったら教えてもらいたいんですけど、現状今自分で組み合わせてて、これが一番何ですか、今 42,691 パーティー総合力が一番高いんじゃないかなと思うんですけど、で今ねこのルフィ、この2年後ルフィかなとかスタンピードルフィとかを今青サポをね今ちょっと充実させようと思っていろいろ育ててる最中なんですけども、よかったら、サポートね、詳しい方コメントで教えてください。ということでルッチのメダル見ていきましょう。ルッチはねめちゃくちゃ攻撃ぶりにしてて、この王者メダル、ルッチメダル、核メダルですね、もうほぼ攻撃ブリブリということで、ほぼ攻撃ですね、体力がちょっとあるぐらいかな。ということで、まあ、この王者メダルもね本当は変えたいんですけど、まあ何ですか、メダルの継承メダル結構使っちゃって、攻撃力 14% とかが揃っちゃってるんで、まあ、もったいないからつけてるって感じですかね。でブルーノね、ブルーノはほぼ体力ぶりなんですけど、キング、ジャック、クイーンで、このクイーンメダルも本当はもう一個のクイーンメダルだったら完璧なんですけど、なぜかこのメダルにね防御力 14% とか、ゲッターだと防御力 18% 増加とかね、結構いい特技、あれでメダル継承をしちゃったわけですよ。だからもったいないからつけてて、まあ3セット効果でね結構いいのつくんでつけてる感じなんですけども、まあこのパーティーで、試合やってみたんで、よかったら見てみてください。それではやっていきましょうか。いきましょう。レッツドアドア、すべては正義のため。というわけでね、正体ルッチチンでドラム王国やっていくんですけども、歌だよね多分あそこにいるのね。オッケーオッケー、まだシールドつけてないです。これでシールド壊れるでしょ。これでシールド壊してもろて、オッケーオッケー、それは大丈夫よ。でそれ貼るよね。オッケーオッケー、全然オッケーよ、承知の助ですよ。ということで、まあとりあえずこれオッケーオッケー、全然オッケー、全然オッケーよ、全然 OK。 OK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 。 これそろそろ壊れるでしょ。そろそろ壊れると思うんで、壊れた瞬間に OKOKOK ということで OK で、スキル使うよね。 OKOK、 スキル使うよね。 OKOK、 それジャストで入る、ジャストで入って、これ6がぶっ放しておく。 OK、 6がぶっ放しておいて、であとは通常でご利用するということで、いやそれその前に、そこ行かせねえ、そこ行かせねえぞ、そこ行かせちゃった、行かせちゃったよ。まあ、OKOKOK。まあまあ、ちょっとご利用して、これもう一回壊そう。もう一回壊して、まあ、敵がね、増援が来てないことが唯一の救いかなと。いった増援消え、ちょっと待って。OKOK、そこ、狙い行く、やべ、回避使っちゃった。悔やまれる。一瞬の抜かり、なんだっけ、ビスタのセリフ、ちょっと忘れちゃったけど。OKOK。とりあえず、向こう行ってくれて、B 旗行ったね。B 旗行ってくれてるんで、俺は A 旗取り行こうかな。とりあえずおとなしくね。もうちょっと溜まったの、早っ。オッケーオッケー、ここ取らしてもろて。オッケー、とりあえずオッケーオッケー、それは大丈夫よ、それは大丈夫よ、それ大丈夫ということで、オッケーオッケー、やっと取っていく。でここジャストで入る。でここちょっとぐるぐるさせて体力回復する。体力回復します。ちょっと待てよ。オッケーオッケー、お肉、奇跡のお肉。オッケーオッケーオッケーよ、オッケーよ。ちょっと待って、それはちょっと聞いてないですよ。それはちょっと聞いてないですよ。怖すぎるよ。ちょっと死体化してもろて、ちょっと行くの早かったか。白さんね、白、オッケーオッケー、取らせてもろて。ちょっと待って、ここぐる、取らせたくないけど、まあまあしょうがないから、取れちゃうか、さすがに取れちゃうか。オッケーオッケー、取れちゃうよということで、これかかと落としていく。でもう一回握っていく、もう一回握りますよ。オッケーオッケー、カムサリじゃなければ大丈夫ということで、痛い、ちょっと待てよ、このまま、これ絶対ジャスト張りたいな、絶対ジャスト張りたい。いやーやべ、ラスト30秒だ。いやまあさすがにこれルッチ陣か、さすがにルッチ陣だということで、オッケーオッケー、それちょっと引かしてもらおうか、それちょっと引かしてもろて、オッケーオッケー。でちょっと待って、A 旗、ちょっと待って、俺今多分あれ見えてないでしょ、あれ見えてないんで、ここ A 旗取っちゃえるな、オッケーオッケー、A 旗取っちゃって、また誰来た、カイドウか、カイドウだる。
オッケー、ちょっと待って、オッケーオッケー、これで引いてって、とりあえずここ守るしかないか、俺もここ守るしかできないか、ここ守るしかできない、ここ守るしかできない、俺には、俺はここ守るしかできないけど、オッケー、味方頑張ってくれ、味方、オッケーオッケー、敵もしない、敵もしない、敵もしない、オッケー、最後 KO とか、ギリ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 すぎる、オッケー、味方のおかげすぎる、ありがとう、マジギリだった、手汗やべ、青春負け組野郎、なんちゅう名前やねん、オッケー、味方のおかげで勝てました、ありがとう、味方ありがとう、いや、めっちゃ楽しかった、ありがとう、全ては正義のため。というわけでご視聴ありがとうございました。いや、最初のハロウィータとの立ち合いの時に、通常攻撃2段目までにして6号が当ててれば、もっと早く倒せたんじゃないかなと思いましたね。まだまだ練習不足だなと思いますね。というわけで、良い子は早く寝ろ。CP9 の新入りは、海たちの寝ろ。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。